こんにちは、西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。お手伝い、何が大切かなです。それでは西荻フレンドリースクール室長、はい、本の意味先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは一体どういうタイトルですかね。そう、はい、よくね、うん、小学校受験で必ず聞かれるのが面接でね、そう、うん、どんなお手伝いをしていますかとか、はいはい、そのお手伝いはどんなことが大変ですかとか、もっと遅く言うとお手伝いをするとお母さんは何て言ってくれますかとか、うんうんうん、そういうふうなこう、確かにお手伝いに勝る質問って多いかもしれないですね。で、そのじゃあ子どものお手伝いって何があるのかなって、よくね、うんうん、お買い物に行きますとかね、うんうんうん、じゃあ一人で行くのって、はいそうです、うん、これはちょっとね、お手伝いとしては、幼児のお手伝いとしては、え、この親って一人でお買い物させちゃうんだって、こう逆にあまりいい印象持たれないから、うちはそういう、まあ、してたとしても絶対言わないですよね、うんうんうん、それじゃあ何があるのかなっていうと、まあ多いのはご飯の後片付けとか、うん、あとはご飯を食べるときにお箸を並べたりお茶碗を並べたりします。まあありきたりなんだけど、でも次の質問が、じゃあそれで何が大変ですかとか、うん、何人分のお箸を出すんですかとか、うん、そういうふうにこう必ず後に質問が来るから、別にご飯の後片付けだったり、うんうんうん、じゃあ後片付けってどんな後片付けするのとかって聞かれるから、それ自体はそんなに、まあ、問題ないかなと思うんですよ。みんなが言ってもね、発展してもついていけるしそう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 、うんうんうん、ついていけなかったら、ああなんで教えられてきてんだなって思われるかもしれないけど、 あとまたかと思うぐらい大体多いのが洗濯物を畳むお手伝いです。大ブーム来てるのかというぐらい、そうなんですよ ね、でもその次に大体聞かれるのが、じゃあ何が大変ですかとか、うん、畳んだ後どうするんですかとか、まあ、2、3個は来ますよね、うんうん、あとまあ掃除、掃除はまあ珍しいと思うんですよ。そうですね、うん、あとはゴミを出すお手伝いですっていうのはだけ言うと今一つだけど、ゴミをお母さんとかね、お父さんと一緒に出しに行きます、うんうん、これならいいんですよ ね、 そ、 うですね、そこつければね、うんうん、でまあそれぐらいしか、まあ幼児のね、はい、お片付けっていうと、まあそんなもんがそんな感じかなって思うんですね、うんうん、でじゃあお手伝いの意味合いでそれだけでいいんだろうかって考えると、はい、なんですけど、例えば、うん、まあ前にも話したように幼児に下の子ができた時に、はい、下の子供の、まあよくでもうちも言うんですよ、妹や弟と一緒に遊びますとかね、うんうん、面倒見ますとかね、うんうん、そういう子もやっぱり中にはいるんですよね。で下の子供のお世話を上の子供にこうお手伝いをさせたりすることによって何がいいことがあるかっていうと、まあ自分よりこう年下のこの弱い立場の子供にもこう愛情を注げるようになるっていう、そういうこうメリットと、やっぱりこう兄弟であるがゆえに、まあ世話をするということによって、なんていうのかな、兄弟関係っていうかね、それもすごく良好になるから、このお手伝いっていうのはただ単にこうお世話をするだけじゃなくて、お世話することによってプラスアルファのやっぱりこう年下の子たちを可愛がることができるっていう、愛情が注げるように。だからよくうちなんかでも一人っ子だとなかなかそういう機会ってないですよね。下の子にこう何かをしてあげるっていう、そういう機会がないんですけど、うちのフレンドリーキッズっていうお預かりは、小学生の学童ですね、小学生の学童はもう本当にまあ一つの空間って言ったらあれなんですけど、非常にこうなんていうの、年下の子たちもいるし、それが今すごくこう兄弟のようになってるから、うん、やっぱりこう一人っ子であっても結構外に出ると一人っ子には見えないってすごい言われるんですけども、本当によく面倒を下の子たちを見てくれたりとか、あとこの間
あの赤ちゃんのお預かりが来たんです。お預かりっていうか体験が来たんですよ、はい、まだ1歳にならないんですけど、うん、そしたら私もびっくりしたんですけど、このちっちゃい子がね、じゃあの先生たちの話で冒険始めちゃったんですね、そう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 、教室の中にね、うん、で隣の部屋に行って えらい静かだなと思ったら、うん、お兄さんお姉さんたちが周りに集まって、うんうん、その赤ちゃんと遊んでくれたんですよ ねそしたら赤ちゃんも喜んじゃって、うん、あの泣かずに、うん、でもすごい刺激をやっぱり上の子たちからもらって、うんうん、なんかとても充実してたような感じでしたよね、うん、でも気づいたのは、普段あの2年生3年生とかに立ってた1年生の子 もうお姉さん的に優しくさせてたから、あれはいい交換なんだなと思って、そうですね、うん、だから例えば2年生の子が使ってる、うん、こうホワイトボード的な本があって、はい、それにこう字を書いて、はい、書いて消して練習するんだけど、うんうんうん、それが1年生の子たちがひらがな書くのにちょっと使ってたんですよね、はいはい、ただその2年生の子がどうしよう、私やりたいのにこの2人が使ってるって言うから、うんうん、そうね、確かにそうね、まあ結構あなた専用になってるしねって言って、じゃあねこの子たちに早く終わってもらいたいんだったらば、あなたが字を指導すればいいじゃない、ったら早く書けるよって言ったら、うん、なるほどとか言って、それから随分丁寧に字を教えてあげたっていう、うん、だからやっぱりそういうふうに、まあうちの場合は一人っ子であっても、うん、そのなるべく下の子の面倒を見させるようにしてるので、やっぱりこうあの愛情を持てるようになるっていう、うんうんうん、ふうに思いますね。でまた例えば動物を犬だとか、まあ、猫だとかってこうお家でペットとしてね飼ってる場合に、うんうん、それはすごいことはできないかもしれないけれども、やっぱり動物のこうお世話をする、うんうんうん、やっぱり水もあげなかったら死んじゃうし、うん、あのご飯も食べなきゃ死んじゃうし、っていうことをこう考えると、やっぱり自分の身近にそういう生き物がいるっていうことは、まあ、近所でも何でもそうなんだけど、こうそういうお手伝いをすることによって、ただ眺めてるペットを眺めてるだけじゃなくて、自分も何かのお手伝いをすることによって、ね、今度は命の大切さっていうのを同時にこう学んでいくっていう、うんうん、そういうだからお手伝いにはすごくたくさんこう種類があって、でまあこれは人間だったり下の子だったりするんですけど、例えばまあお母さんのお手伝いをするとかで、お手伝いはこう人のために何かをすることになりますよね、はい、人自分のためじゃなくて誰かのためにするっていうことは、まあ家の中だとちょっとちゃんとした親ならば、やってくれたらば子供であろうともありがとうってこう言われると、お手伝いした子供はありがとうってこう感謝されることによって、ああ自分は何か役に立ったんだなっていうことでこう喜びを感じると、まただんだん大きくなっていくと誰かのために何かをしてあげようっていう、そういう意味でこうお手伝いをさせるっていうことは、子供をこう大きく成長させていくんじゃないかなと私は思います、はいはい、だからこそ学校もお手伝いをしていますかとかって聞くんだと思うので ね、 そうですね、ぜひこう小さいことでいいから、それがよく上手にできなくても何かお手伝いを、ね、してもらって、うんうん、そして親はありがとうってこう感謝の言葉を述べると、またやってくれるっていうね、一個だけ入れると、幼児のうちにそのお手伝いの習慣つけると何がいいかなと、フレンドリーの形見てるとね、見返りを求めない親切ができるようになるなって思って、そうですね、あこれやったら褒められるとか、うん、これやったらお小遣いもらえるとか、うん、そういう考えじゃなくて、あ困ってるからやっとこう片付けてあげようって、先生が言ってあげ、ね、言ってるからやってあげようって、確かにフレンドリーの子たちって学童も含めてすごくあったかいっていうか、でまあそういうことを私たちは幼児にも徹底してるので、新しい子供お子さんがね、うん、まあ、入会したりとかした時なんて本当に分け隔てなくね、うん、お菓子も分けてあげるし、うん、もうすぐ
ウェルカムっていうかね。そう、名前の通りも本当フレンドリーですよね。そう、本当にね、なんか最近感心するんですよ。新しい入会の方が増えると、増えても、すぐお友達、すぐお友達になって、ね、うん、ただその、まあ、迎え入れる儀式っていうのがあるんですけども、はい、うちのね、入会したってなった時には、その子が自分の名前を言って、よろしくお願いしますって言って、まあ、うちはね、在籍者から言うんですよ。で、在籍者が何々です。もうベテランだからね、はい、どうぞよろしくお願いしますって言うと、まあ、相手も名前を言ったりとか、まあ、相手が名前を先に言った場合は、在籍者が名前を言うと、相手の子に何ちゃんだったとか言ってた、何々ちゃんって言って、そういうことを通して、本当に何気ない挨拶なんですけど、入会した方に、と、その在籍の方とのこの本当にそういうよろしくお願いしますの挨拶だけでももう仲間内になるっていうかね、だから新しい人を受け入れるっていうそういうウェルカムな気持ちっていうのもまあフレンドリーの良さかなと思いますね。そう、誰とでも友達になれるってすごいことですからね。はい、はい、そんな話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。また体験授業ですね。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、嘘です。ごめんなさい。間違えました。面接特訓コースですね。小学校受験の面接準備している方、ぜひこちらご活用ください。まあ、今ちょっと発表会時期で少しバタついてはいるんですけれども、6月のね、2週目になりましたら比較的落ち着いて対応できる日も増えてまいりますので、そうですね、平日も遅めの時間でも大丈夫ですし、土曜日もやっております。ちょっと日曜日だけお休みいただいているんですけれども、なるべくね、可能な限り日程は調整できるようにしておりますので、ご相談ください。今言った通り、平日は、かつては8時開始とかもあったので、例えばお仕事終わったりとかして、お子様が、寝たタイミングなどを狙って、オンラインでお父さんだけ練習とかね、お母さんだけ練習とか、そういった方法もあります。うまくね、こちらの教室の、サービスというか、講座も使ってみていただければと思います。西荻願書クリニック、こちらの願書添削も、合わせて、受付をしております。画面に出ています通り、9月以降は一部受付制限が出てくると思います。連年そうなっておりますのでね、興味ある方お早めにどうぞ。連絡先です。失礼。電話番号は 0333900750 番。メールアドレスはご覧の通りです。西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験をはじめとして様々なテーマお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問大歓迎です。 YouTube のコメントなどでね、お気軽にお送りいただければと思います。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。